俳優の甲斐翔真、23、第5日、東京、渋谷のムンカムラシアター国運で主演ミュージカルオクトーバースカイ、遠い空の向こうに、の公開稽古を行った。1957年の米国でロケット作りの夢を追った少年4人ロケットボーイズの姿を描く。カンパニーについて聞かれた会はボーイズは昨日4人で一緒にタピオカを飲んだ。タピオカボーイズになりましたと話して笑わせた。6日から24日まで、